ろしくお願いします。はい、いいですか。はい、はい、どうぞ。まず宣伝です。明日の10時からやりますので、イスコン、これにぜひこれを聞いてさっきの応募の方から応募してくださいです。で、こういうタイトルで喋ります。長野です。よろしくお願いします。で、まあ、長くパールパールやってきましたが、この半年 PHP をやってます。で、今日の話は PHP の例外をエラーを検出して、まあ、それを通知しようというシステムの話です。ちょっと 鼻が悪くなってるんでごめんなさい。まずなんですけど、例外をログに記録するところです。まあ、通知の始めはログに出すところからですね。で、まず1つ目の方法というのは、このままトライキャッチして、キャッチした例外を一番下のエラーログっていう気持ち悪い関数で、ログに出しておくというやつですね。で、2つ目が、このセットエクセプションハンドラーっていうのを使う。これ、トライキャッチの外で発生した例外を補足してる、なんかもうこれも気持ち悪い関数ですね。使ってます。で、3つ目が、これちょっと納得がまだ言ってないんですけど、エラーと例外は別のものなんですね。で、そのエラー出たものを、例外に変換するために、このセットエラーハンドラーというのがあります。これを使って例外に、変換してさっきの、例外を補足するということですね。で、ただ、まあ、昨日の宇津田さんの発表でもあったんですけど、これらの機能を使っても補足できないものはまだまだあります。シンタックスエラーだとか、存在しないメソッドを呼び出すと違う、エラーが返ります。で、これらをまあどうするかっていうと、もう、エラーレポーティングっていう設定をまあしてあげて、さっきの関数とは違うんですよ、このエラーログ。こうやってやると、このファイルに、エラーを記録することができるとですね。で、PHP の、設定ファイルでも書くことができます。で、先ほど、まあ、設定をしない場合、どこにエラーが書かれるかっていうと、Apache のバーチャルホストですね。このエラーログに書かれます。で、まあ、これだけで十分なのかなと、そうではなくて、PHP 自体が死んでしまった場合、Apache のプロセス自体から巻き込んで死んでしまった場合というのが、Apache のエラーログ、大元のエラーログに書かれるので、こちらを見ないといけないということですね。で、ここまでのまとめが、まあ、PHP、特にモッド PHP ですね、Apache を使ってもいいんですけど、エラーログ全部、まあ、うちの場合ですけど、4つに記録される。これを調べるのがすごい長かったですね。で、まあ、ここから軽くいくんですけど、例外からの、集約して通知する部分ですけど、ノリクラを使ってます。で、ノリクラで一回集約して、スラックに送るってことですね。で、フルエント D の設定、まあ、小さいところは見なくてもいいんですけど、上の4つっぽいところが、インテールを4つ読んでるところです。で、どこのサーバーで、エラーが起きたのか知りたいんで、ホストネームを追加して、集約サーバーへ送信しているって感じですね。で、ノリクラとは何かというと、まあ、こんな感じの、クールなプロダクトです。まあ、読んでもよくわかんないですね。実際使ってみないとよくわからないと思います。で、SQL で、集約して送れるという部分なんですけど、まあ、こんなこと書いて、フロームの部分ですね。エラーアップログ、ウィンドウサイズが1分間のエラーを集約して、下の条件でフィルターして、グループバイで集約して、0件以上あったものを、まあ、そうすると最初もうちょっと条件が緩かったんで入ってるんですけど、に対して、結果をいろいろ、まあ、文字列で、パイプ2つは文字列で、スケールの文字列連結ですね。で、メッセージを作って流してやると、スラックにこんなような通知が出てくると感じですね。上はスケールのエラーで、下は、まあ、PHP の謎エラーですね。で、まとめとしてはノリクラ便利なんですけど、まあ、PHP のエラーでも結構つらいです。で、調べてて分かったんですけど、ズラさんが全部書いてあったということです。まあ、この人は、まあ、すごい、ズラさんはすごい人ということで、終わりです。